マーストンムーアの戦いは、新京都革命のイングランド内戦における国王軍と議会軍の1644年7月2日の戦闘である。アドールトンムーアの戦い以来、イングランド北部は国王軍がほぼ掌握していたが、この戦闘で議会軍の有利に一挙に傾いた。議会派は1643年9月25日に、 スコットランド国民名約と同盟関係を結ぶことに成功し、名約派に出兵を依頼した。これを受けて、名約派は、リーベン博、アレクサンダー・レズリー及び老いのデイビッド・レズリーが、率いる援軍を派遣、イングランド北部に進攻した。国王軍の入荷する孔、ウィリアム・キャベンディッシュはヨークまで軍を退き、体制の立て直しを図った。議会軍は、ファーディンド・フェアファクス トーマス・フェアファクス・不死の軍のみならず、マンチェスター・ハク、エドワード・モンタギューの東部連合軍や名役軍を、加え、1644年4月からヨークを包囲する、構えを見せた。だが、チャールズ一世は、老いのカンバーランド港ルパートを救援に差し向け、ルパートは、ダービー・伯爵、ジェームズ・スタンリーの要請で、イングランド西部のチェッシャー・ランカシャーを制圧してから、当診、7月1日に、 ヨークへ入った。情報を受けた、包囲軍は、翌2日朝に、ヨークから引き上げたため、ヨークの孤立は免れた。ルパートは、ニューカッスルの軍と合流して、議会軍を追跡、議会軍も応戦して両軍は、ヨーク近郊で、西方1 0トルのマーストンムーアで退治した。議会軍最翼は、オリバー・クロムウェル率いる、東部連合軍及び敵対5000人とレズリーの、 スコットランド騎兵隊で構成された。中央はリーベンハクとフェアファクス卿が指揮する、スコットランド人中心の不評隊1万6千人から1万8千人、右翼はトーマス・フェアファクスの騎兵隊3千人が布陣した。対する国王軍は、左翼はジョージ・ゴー・リングとチャールズ・ルーカスの騎兵隊、中央はルパートとニューカス・スルコーの不評隊1万人がアイトン卿 ジェームズ・キングの指揮下に入り、右翼は、ジョン・バイロン男爵の騎兵隊2600人が、婦人した。ルパートは右翼を防備で固めるため付近に射撃部隊を、背後に予備の騎兵隊を配置した。国王軍は、数の上で劣勢だが、地形は、上り坂の議会軍が不利だった。戦闘は夕暮れに、リーベンハクの砲撃と突撃によって始まり、 雨の中国王軍右翼に突撃をかけて驚かせはしたが国王軍の反撃に相崩れつつあった。そこに左翼のクロムウェルが攻め込み一撃で国王軍右翼を粉砕してしまった。バイロン男爵は軍を再結集させて反撃を試みたが敗勢を覆すことはできなかった。これを見て中央に布陣していたルパートが 自らの手勢とバイロン断尺の敗残兵を合わせ、クロムウェルの部隊に攻撃した。クロムウェルは敵兵の銃撃で負傷したが、レズリーの救援を得てこれも撃退し、ルパートは辛くも捕虜とならずに戦場を脱した。フェアファクスら他の議会軍は劣勢で、中央と右翼は国王軍に突破されリーベンハクが戦場から離脱するほどであった。右翼は何とか立ち直ったが、 崩壊寸前で、それを見て取ったクロムウェルは戦場を右旋回し、他の部隊と呼吸を合わせて気左翼を、背後から攻撃、ゴーリングの部隊はひとたまりもなく撃破された。そして孤立した、入滑する港の不評体も蹴散らして、国王軍をほぼ完璧に打ち破った。入滑する港は大陸へ逃れ、ルパートはランカシャーへ退却した。 議会軍首脳は議会へ戦勝を報告したが、功労者のはずのクロムウェルについては触れず、クロムウェルも謙虚な態度に終始し身内にしか結果を伝えなかった。報告を受け取った議会では、結果を清掃に利用しようと、長老派とスコットランドはレズリーこそが、勝利の立役者でクロムウェルは戦場から退却したという事実と異なるデマを吹い調して回った。一方、 独立派はクロムウェルを英雄に祭り上げ、一般民衆もデマに踊らされず、クロムウェルに対する期待を高めていった。独立派と長老派の清争はこの戦いを次第に深刻化していき、それが後の展開に大きな影響を与えていった。この戦いによってイングランド北部で議会軍がある程度有利な情勢になった。またクロムウェルは功績をほぼ独占し、 大いに名を挙げた。しかし戦後フェアファクス不死の軍とスコットランド軍、東部連合軍は、それぞれの持ちバイさり勝利を生かせなかった。議会軍全体は、まだ弱く、全面攻勢をかけるほどの力はなかった上、東部連合軍司令官マンチェスター博は、戦意がなく議会の命令に従わずたびたび進軍を拒否したため、議会派は攻勢に移れなかった。この事態が改善されるには、 1645年のニューモデル軍装設と時代条例発布を待たなければならなかった。ABCDE 松村 P459 バグリー P173P174 今井 P73P74 清水 P76 バグリー P174P175 今井 P75 清水 P76P77 リーガン P229P231。清水 P77 リーガン P231P234? 今井 P76。清水 P77 リーガン P234P235。バグリー P175P176。今井 P77P78。清水 P77P78 リーガン。 P235P238 今井 P78P79 清水 P78P79 今井 P79P85 清水 P78P87 ありがとうございます。